さあ、種はまき終えた。最高のステージがスタンバイ。あとはメインアクターの入り待ちだぜ。棺ガール、プレイヤーちゃん。オーシッ！無粋なホットラインはカットしておくべきだったぜ。イエス。要件は手短に頼むぜ。You see?もらいたいところだね。こちらから手の届かないところに逃げられてしまうんだから、手の届くところに出てきてもらうしかないだろう。それにこれはマザーからのお願いでもあるんだぜ。やめるリーズンがナッティング。I see, I see, understand?聞き飽きたからもういいだろ。ポチッとなっと。まったく何にも分かっちゃいないな。こんなスペクタクルな絵を生で撮れる機会なんて今ぐらいしかないんだぜ。そこには最高のエキサイティングがある。全世界が求める絵がそこにある。なあ、そうだろマザー。だから俺はユーの誘いに乗ったんだぜ。オーケー、アクターも揃った。クラッパーボードを鳴らそうじゃないか。最高のフィルムのために。これで一通り倒したでしょう。グッドだ棺ガール、プレイヤーちゃん。ここまでは俺の想像通りのアクトだよ。だがそれだけではソーバッド。俺が君たちのようなアクターに期待しているのはそれだけじゃない。
わかるかい、スイガン。君にも、君にも足りないものがある。あんたの都合なんか知らないわよ。私たちはあんたみたいなバカ野郎をぶっ飛ばすためにここに。絶望に染まりかけた生の顔、そいつ俺は求めてたんだよ。だがプレイヤーちゃん、君の顔はいただけないな。いまいちだ。君たちも俺たちと同じような表情をするんだろう。もっともっともっと人間の生々しい表情を Please show me! You see?生み出してる。あんたの具現武装は爆弾なんじゃ。 No! 大きなミステイクだ、羊じゃ。俺の能力は SFX、 火薬爆発だけじゃない。電飾偽装、フィジカルエフェクト、何でもできる。ロートルとバカにされ続けた技術だ。だがこうして今の世に俺の力として復活した。最高最大のフィルムテクニックだ。フィルムをよりエキサイティング、クレイジーに、センセーショナルに仕上げるのが俺のロールさ。羊が、君だってハギトから聞いたはずだぜ。エーテルとは通信だけの技術ではナッセン。願いを形にするものだって。これが俺のエイテルの使い方さ。ふざけんじゃないわよ。そんなことのためにいろいろなものを巻き込んで、あんた何様のつもりよ。そのワードそっくりそのまま言うに返すぜ、スティガー。君もマザークラスターのメンバーだっただろう。マザークラスターに入るときに言われたはずだ。俺たち選ばれたんだ、力を持つ存在なんだとね。その力を持って己の欲望を果たす、己の欲求を満たす。 Change the world、 それこそが俺たちのロール。違う、そんなの絶対に違う。誰かが悲しんだりいなくなったりする世界を作り上げるためにこの力があるんじゃない。私はファルを守りたいと思っただけ。そしてこの子は私の元に来てくれた。守るための力なのよ、これは。全てを守るとか、全てを平和にとか、そんなのが夢物語なのはとっくの昔に分かってる。それでもそれに近づく努力は忘れたくない。みんなが笑って何も失うことなく悲しまずに済む世界に近づけたい。あんたのやってることはそれと逆だ。欲望でも欲求でもない、ただの八つ当たり。創作の皮をかぶったただの破壊活動だ。羊が、できないと思いながらやっているとか、ちゃんちゃらおかしい話だね。夢物語を具現する、それが俺たちの力、エーテルのパワーなんだぜ。 Do you understand? そんなネガティブな意志じゃマインドもワールドも動かすことはできやしないんだよ、羊が。そろそろフィルムも終わりが近い。クライマックスのシーンをやろうじゃないか。君は最後まで表情を変えることなかったね。思いのほかいまいちなアクターだったよ。だからせめてラストシーンぐらいは悲痛と苦痛に歪んだ生の表情を観客に見せてあげるといい。
ているぞ。撮影中止ってことだよ、ダメ監督。援護、兄さん。よう、元気そうだな、ひつぎ。ユーは、やさか、エンナ。エンナボーイ、君はあの部屋ごと消えたはずでは。俺があんな見え見えなのに巻き込まれるわけねえだろ。多少はトリックを疑えよ、映画監督さん。シッ、だがノープロブレム。ここでまとめて消せばフィニッシュ、エンディングだぜ。おいおい、冗談だろ。今日日そんな脚本じゃ許されないぜ。いう場所に何の策もなしに来るかって。もっとも無策で飛び込んできたバカもいるにはいるらしいけどな。エンナボーイ、君はミスキャスト。即刻この場から去ってもらおう。この舞台は俺の絵には、世界が望む絵には、君のようなイレギュラーは不要。全くふさわしくない。まあまあ、そう邪険にしないでくれよ。俺腹芸とかバカ試合とか結構得意なんだぜ。あんたの話は聞いてるぜ。会っていきなりで悪いが、その力頼りにさせてもらっていいだろう。で、そこのバカ妹、お前はどうする？疲れてんなら寝ててもいいぞ。バカ言わないで、戦うわよ、私も。んじゃ、このクソくだらねえ映画をぶっ潰してやろうじゃねえか。なあ、行こうじゃないか。
completed! Something must be left! Get the bed!50% 期待してたのに、どいつもこいつも 70% ぐらい弱そう。で、あのチンチクリンが棺っての 100% 生意気そうだし、今ここでやっちゃおうよ、ブルー。ダメだよ、僕。確かに弱そうだけど、私たちに挨拶に来ただけなんだから。挨拶に来ただけってセリフ、なんだか無駄に強そう。使えるかも。メモメモ。ほっほっ、ウルの言う通りじゃよ、オーク。こたびのわしらの目的は、キャツラではない。おいおい、ヤッコさん勢ぞろいだよ。これちょっとまずいか。ひどくやられたようだな、ベトウ。こちらの進言に従わないからそうなる。そんなことを言いに来たんじゃないだろう、オビエル。ああ、マザーが粛清を決められた。著しい独断専行、そして作戦遂行のミス、到底看過できるものではない。私はその決定に従ったまでだ、ベトーリア。オーケー、それがまだの決定ならだろう。だが、オフィエルよ、ちゃんと今もフィルムは待ってる。だろうな、人の死ぬシーンなんて生涯に一度しか撮れないものだ。逃さず撮っておけよ。目的は達成された。世界の病巣よ、今一度宣告しよう。我々マザークラスタの目的は、そちらにいるアルという少年の身柄のみ。引き渡せば地球人の身は保証する。地球人って私たちだけ？オラクルの人たちはどうなるのよ。私はマザーの言葉を伝えるのみ。引き渡さなければ全ての病巣を取り除く、それだけだ。アリを引き渡せって、あいつらのマザーの目的は何なの？復讐に決まっているだろう。復讐以外の目的があろうはずもない。